いいクラリネット小クラリネットは、高音域を担当するクラリネット属の楽器である。5種類のものがあるが、基本型となるクラリネットの概おおね4分の3の大きさを持つ変歩調クラリネットが最も一般的に使用される。クラシック音楽においては変歩調、二調、ヘ調、変異調の4種類が用いられ、シュランメル音楽においては、徒調の楽器が用いられる。 大きさ及び音域が異なるが、いずれも異調楽器である。基本形のクラリネットに比べると、美しさや透明感は乏しく、感高く鋭い音色となるが、音量は圧倒的で高音域を担当する他の木管楽器を凌駕し、オーケストラの創造時においても、弦楽器、金管楽器に対抗できる。かつては基本形のクラリネットより1オクターブ以上高い。 変ド調や波調の楽器もあったが、現在は、廃れている。基本形のクラリネットより4から5度高い楽器を、ピッコロクラリネットと呼ぶのに対して1オクターブ近く、高い楽器をピッコリーのクラリネットと呼び分ける場合も、あるが、どのように呼ばれる場合でもおおむね調整が明示される。オーケストラでは、クラリネットセクションの特殊楽器として、専門の奏者、もしくは、 クラリネット奏者による持ち替えによって演奏される。3巻編成、4巻編成以上の大編成の楽曲で用いられるが、同じクラリネットの特殊楽器であるバスクラリネットに比べ、小クラリネットを使用する楽曲は少ない。一方、吹奏楽やマーチングバンド、ウィンドアンサンブル、クラリネットアンサンブルでは、 必ず用いられるというほどではないが、大多数の楽譜でこの楽器が用いられる。なお、ヨハンメルヒオール・モルターや酒井・カクによるものなどこの楽器のための競奏曲や独奏曲、この楽器を編成に含む室内楽作品も存在する。楽譜上の音の炭酸度高い音が出る胃腸楽器。基本形の変度調クラリネットと同じ指使いで完全4度高い音が出ることから、 イタリア語では、クオーティーノとも呼ばれる。クラリネット族の楽器では、アルトクラリネット、コントラアルトクラリネットが同じ変歩調の異調楽器であるが、単にクラリネットイニーのように記された場合は、小クラリネットを指す。前述の通り、小クラリネットの中で最も一般的に使用される。エクトルベルリオーズは幻想公共曲の第五楽章において、 魔女に堕落した理想の女性を表現するために、この楽器の音色を利用した。また、陰影に乏しく、カンタービレに向かないとされるが、モーリス・ラベルのボレロでは、息の長いソロも担当している。グスタフ・マーラーの公共曲では重要な役割を果たしており、公共曲第2番、復活や公共曲第3番のように、変歩調クラリネットを2本使う場合もある。 気温の超二度高い音が出る胃腸楽器。変歩調クラリネットと二調クラリネットは、標準的なクラリネットにおける変度調の楽器と胃腸の楽器と同じ関係であるが、胃腸の楽器が少なくとも、伝統的には変度調の楽器と同等かそれ以上に、扱われるのに対し、二調の楽器はほとんど使われず、リストの公共誌、マゼッパや、ワーグナーの楽劇、ワルキューレなど、 二丁クラリネットが指定されている楽曲においても、変歩調の楽器で代用することが多い。リヒャルト・シュトラウスは、あえて、公共誌、ティル・オイレン・シュピーゲルの愉快ないたずらや、家庭公共曲で二丁の楽器を用い、特に前者では、主人公、ティルの性格を示す重要なソロを担当させている。また、イーゴリストラビンスキーの春の祭典のように、二丁と変歩調を持ち帰る曲もある。 気温の完全4度高い音が出る。ヘチョークラリネットは現在ではほとんど使用されることはないが、かつてドイツの軍楽隊で用いられており、ベートーベンやメンデルスゾーンの作品にもその用例が見られる。気温の単6度高い音が出る変異症クラリネットは、イタリアやスペインの吹奏楽や軍楽隊で使用されることがある。イタリアのカラビニエリ吹奏楽団や、ごく稀に、 大阪市音楽団が主に還弦楽曲からの編曲作品を演奏するときに用い、その録音で聴くことができる。気温の完全ほど高い音が出る都庁クラリネットは、もっぱらシュランメル音楽で用いられる。ウィーンでは、ピクサシズ HLZL とも呼ばれる。シュランメル音楽においては、日本のバイオリンとコントラギターに都庁クラリネットか、 クノップハーモニカのいずれかが加わるシュランメルカルテットや、両方が加わるシュランメルクインテットの編成で利用される。演奏者によっては、シュランメル兄弟の活躍した頃のウィーンでは、コーアトーンが採用されていたとの研究に基づき、変異調クラリネットを用いて、半音高い音で演奏するケースもある。佐伯は、コーアトーンの都庁クラリネットがイタリアに、 渡り変異調クラリネットとして扱われるようになった可能性を示唆している。エクトルベルリオーズの還元楽法では、異調変度調波長などの楽器と合わせてクラリネット族として扱われ、小クラリネット単独の項目はない。略称のエスクラで呼ばれることも多い。ABC 福部明、還元楽法音楽の友者、1953年。 長官281ページ AB パイパーズ212号、エクトルベルリオーズ、リハルト・シュトラウス、広瀬大輔役、還元楽法音楽の友者、2006年、265ページ、ベルリオーズによる本文 AB ベルリオーズ、R ・シュトラウス、前継百265ページ、R ・シュトラウスによる注釈、岸辺主芸音楽大辞典菅原明朗、楽器図説ベルリオーズ、 アール・シュトラウス、前景書、265ページ、ベルリオーズによる本文、パイパーズ213号。ありがとうございます。